こんにちは、マーク金井です。ゴルフフェア、ジャパンゴルフフェア2015、今日は日曜日最終日となりまして、私もこの長い広い会場をうろうろしてますが、ひときわ注目を浴びているジャン、エリートグリップさんです。私もいろんなグリップを使ってるんですけれど、まあ、ここにあの車のタイヤがありますけれど、ゴルフのグリップっていうのは実は車のタイヤと一緒で、非常にこのゴムの部分を握ったタイヤはあの地面をグリップしますけれど、ここにちょうど僕がこれ使ってる今使ってるグリップなんですけれども、やはりこの握り心地、まあいろんな材料もあるんですけど、ちょっと話を聞いてみたいと思います。これは一番新しいグリップなんですか？こちらが昨年出た Y360 というモデルなんですが、はい、今年2015年モデルとして Y360 シリーズで3種類増えました。でこれ色が違うだけじゃないの？そうです、もう全て違うんですけど、まずこれなんですけど、はい、Y360M58 といいまして、内径を少し小さくしたので、うん、今までこの Y360 では細かったという方には若干刺した際には太く仕上がるので。あ、なるほどね。はい、よくあのゴルフ用語でですね、はい、M60 とか、はい、M58 とか言いますよね。はい、で数字が小さい方が実は肉が厚くて、はい、あの握った時に太くなると。そうです。はい、ではこれはあの太さのバリエーション違いがまず出たと。はい、他の2つは。そして、Y360 エアーというんですけども。エアーってなんかあのどっかの靴みたいで。はい、あの 40g になってます。太さはそこまで変わってないんですけども。あの藤倉さんもエアーって名前ついてますけど、はい、やっぱ軽いということですか？そうですね、40g です。もうね、こう持った時にだいぶ軽いです。そうですね、あの太さは変わらないんですけど、はい、材料の比重を変えてるので同じ太さでも軽く仕上げることができます。じゃあもう本当にあのシニアの方とか、ね、レディースの方とか、はい、クラブを軽くしたい人に。そうですね。もう一本はこれが Y360XT と言います。 XT です。 T? はい、なんか見た目太そうに見えるんです。そうですね、若干太くなってるんですけども、はい、特徴が表面の加工を少しザラザラに仕上げたので、今までの360確かにね、この今タイヤの話をしたんですけど、これは割とこうスムースっていうか、う、ね、こう動くこう密着感があって、はい、でこっちの方のこの Y360XT はい、あこれはね結構ザラついた、はい、食いつきが良くなってるので今までより滑りにくくなってると思います。雨の時とか良さそうです。そうですね。でこのね、星がすごくかっこいいんですけど、はい、これはもう全モデルについてるんですか？そうですね、この新しいモデルに。新しいモデルから、ね、去年のモデルからですね。これイメージキャラクターみたいな。そうですね、エリートの星っていうのがエリートのイメージです。これ色はいっぱい出てるんですけど、はい、全部選べるんですか？そうですね、新しいシリーズはこの Y360M58 だけで3色展開なんですけど、はい、XT とエアに関しては5色展開になってます。すごいですね。なんか社員の人も全部あの覚えるのが大変でしょう。パターまで入れると今26種類あるので。26種類、はい、ちょっと待ってください。これいろいろ見ていきたいんですけど、これはなんか僕覚えてるんですけど、あのグリップエンドのところが、これが取り外しできるので、ここに鉛を巻いてもらえればバランス調整をこのグリップエンドでできるので。あのよくね、あのカウンターウェイトって言うんですけど、はいはい、これをグリップでできると。そうですね、これ面白いですね、はい。いや本当にエリートさんというのはグリップの種類が、まあ多分社員の人も全部覚えてないぐらいだと思うんですけど、パターで面白いのが出たというのを聞いてて、はい、RS100 というんですけども、あこれ見た感じは普通ですよ、はい、重量は 100g あるので。お重たい。これね、あのグリップが重たいか軽いかっていうのは実は簡単にチェックできる方法があるんです。はい、こうね、普通あの皆さん自分のカメラが撮るんだ、あのこうやって振るとわからないんですよ。こうやって振るとわかる。グリップが軽いとこうシュッシュッシュッと動く。でグリップが重たいとこう割とゆっくり動く。あともう一つがこのこういうふうにこう支えた時にグリップが重たくなると、当然軽いグリップだとこうなりますよね。重たいグリップだとこうなる。でもう一つは今あのここでちょうどあのナイキさんのパターなんですけれど、ヘッドの完成モーメント、はい、そうするとよくあの手首を使って打ちなとか、ゆっくり振れってよく言われるんですよ、こう完成モーメント、はい、そういう時にあのこのグリップ側の完成モーメントも大きくしてあげないと、例えば細くて軽いグリップ使うとヘッドの大きさと合わないんです、はい、ですからヘッドをゆっくり動かすということは、この手元も
くり動かさなきゃいけない。でその時に重量が、僕もあの割と大きいヘッドが好きなんで100から 120g ぐらいのパターンをグリップを使ってるんですけど、ぜひあのこういう大きいヘッドを使ってる方は少し重たい、だいたいパターンのグリップも50から60ぐらいなんですけど、 100g っていうのは非常に面白いところだと思います。ああ、これもいろいろ色が、はい、太さとかは出てるんですか、種類っていうのは。あれです、100に関してはこの太さで、色がこの何色ぐらいあるんですか。すごいですね。9色、はい、いやこれなんかね、ジャイアンツカラーとかタイガースカラーとか野球のチームの色の分だけあるっていうぐらい、いいですね、はい。あとなんかこのよくテレビで見るんですけど、はい、これは最初見た時ね、はい、グリップのサンプルかなと思ったんですけど2つついてるんで、はい、これは一体何を実際こう振ってるのは見たことあるんですけど、はい、ただグリップついたわけじゃないんですよ ね、 そうですね。ワースピードという商品がありまして、はい、シャフトこの真ん中の部分が柔らかいので、これはね僕はあんまり力ないんですけど、かなり柔らかい、はいはい、これを振ることによってシャフトのシナリオを体感していただいて、なんで2つグリップついてるの？はい、このシールが入ってる側に重りが入ってますので。ちょっと待ってください、はい、今こうやって振ったらあんまり重くない。そうです。あ、かなりこれだけで、これの持つ方によってしなり方も変わってくるので。こっちはすごい重たいですね、はい、あ、てことはやっぱりバランスがここにあるんじゃなくて、これだとこっち下がりますね、はい、かなり、まあ、こっちに寄ってますね、はい、センターが。あ、これぐらいだ、はい。え、どっちを振ったらうまくなる？まあ、ご自身のスイングに合わせていただくのが一番いいんですけど、はい、まあ、これを振った後にご自身のクラブを振っていただくと、実際にこうシャフトのたわみが感じれるので。ちょっと待ってね、はい、ちょっとやってみましょう。こうあって当たらないの、こうすって。こっちは軽いですね、はい、で、こっちはこう、こっちは重さを感じますね。かなり違いますね、うん。いや、こういうのはね、非常にあの重さが違うっていうのは、はい、非常にユニークな仕様でいいと思います。このワンスピードに、うん、新製品がありまして、あちらなんですけど、白色のワンスピードです。これですか、はい、これ短いじゃないですか。そうです、少し短いんですよ。わ、ちゃんと同じ素材でシナリオができて、これだとね、はい、このちょっと振ってみますと、はい、こういう、まあ、この狭いところでもこう振れますね。これはそういう感じ。室内やオフィスでも練習したいというユーザー様の意見から開発しました。これは室内で振れて、はい、でこのまま持って帰ろうかな怒られてしまう、うん、パーツをここにつけていただいて、はい、振ることによってもスイングプレーン、これなんか野球の時に振りそうな感じでこれで振っていただくと、よりスイングプレーンを意識した練習になるので、ちょっとやってみましょうか、はい、まあ、面白いですね、いい感じ。これ家でテレビ番組見ながらとか気軽に練習していただける。いや、こういうね、ちょっとこう空気抵抗がつくだけでかなり感じが変わります、ね、でもこの白いグリップかっこいいじゃないですか、はい、これは打ってないんです。これが Y さんの XT のはよ言うてくれ言う顔してましたよねいい感じですね進行これだ、これが XT の白い。これはね、一見多分映像では分かりづらいと思うんですけど、結構太いんです。そうですね、若干太めに仕上げてあります。でね、これ皆さんよく覚えておいてください。グリップどの太さを握ればいいかって意外とね、知らない方多いんですよ。もちろん自分の握りやすい太さで握っていただいていいんですけど、一応目安があるんです。こう左手を握った時にこの薬指、ちょっと爪伸びてるなこの薬指がここに当たるか当たらないかぐらい、これが一応目安なんです。これは僕がゴルフを始めた40何年か前に、はい、そういうガイドラインを見て、この薬指がどれぐらいだから、例えばこういうのだともう全然太いし、ここまでこう来てしまうと全然細いと。ですから大体こう当たるか当たらないかぐらいで握るとちょうど太さがあると。でもこれだけ太さのバリエーションが
割と面白いですね。本当にいいですね。よいしょ。じゃあ新製品はこれが。これは黒でかっこいいです。はい、僕はあの黒が好きなんで。でも本当にグリップだけでもう何年目ぐらいなんですよ、エリートグリップさんは。もうね、今でも最初覚えてるんですよ。最初こう確かあっちの方のブースやったと思うんですけど、何屋さんなんだろうなと思って。もともとは何屋さん？車のホイールだったり。だからこれ23インチぐらいあるような感じなんですけど、それでやっぱりゴムとかそういうのにも非常に厳しくあるんです。で僕もこう実際使ってるんですけれど、非常にグリップがいいんですよ。球のつかまりが良くなるんですよ。ですからよくスライス直すためにシャフトがとかクラブとかいろいろあるんですけど、実はやっぱり滑りやすいグリップを握ってると球つかまり悪いけど、だから最初使い始めた時はね、球がちょっとつかまりすぎたんですよ。でも慣れてくるともう他のがちょっと使いづらくなる。力を入れなくて。はい、もう本当昨日もね、ちょうどすごい有名なプロの方がレッスンされてたんですけど、このゴルフウェアで、やっぱアマチュアの人は手に力が入りすぎる。でもやっぱグリップがこうしっかりね、緩いグリップ、こう滑りやすいグリップだと力が入ってしまうんで、やっぱこういうエリートさんのようにこう滑らないグリップを握るっていうのはね、非常にこうリラックスしたスイングにも貢献してくれますね。いや本当にまだまだゴルフウェアねやってますけど、エリートグリップさん本当にいろんなグリップ、やっぱりグリップは握ってみないとわからないんで、ぜひ皆さん体験しに来てください。